気になるトイレのとべはめ比較をやってみた,てみたトイレ開発一筋15年の松永です主婦代表の福永ですこれまでトイレの汚れ落ちや掃除のしやすさを比較してご紹介してきました洗うのはスゴピカ素材でできているんですよね流したときに汚れが落ちやすい上にそもそも汚れがつきにくいから お掃除が楽になるトイレだと分かりましたでも家で困ってるのは夫や子供の飛び散り汚れなんですトイレに入る前に一歩前よっといつも注意してるんですけど掃除のためにため息が出るほど汚れてるんですよねちょっと耳が痛いですね皆さんはトイレで立ってするとどれぐらい飛び跳ねているかご存知ですか 便器の外側に垂れていたり、床に飛んでいたり、意外と広い範囲が汚れていますよね。ここに立ってすることを再現する装置があります。パナソニックの最新トイレ、洗うのと20年前のトイレで飛び跳ね具合を比べてみましょう。洗うのは便器の中に洗剤の泡があって飛び跳ねにくい工夫がしてあります。え？ この泡で飛び跳ねを防げるんですかそうなんです。では、実験です。飛び跳ねの様子が分かりやすいように、水に色をつけています。わあ、20年前のトイレは勢いよく飛び跳ねています。それに比べて洗うのは、こんなに飛び跳ねないなんてすごいですね。これが水面にある泡の効果なんです。へえ、すごい。こんなトイレ、うちに欲しいです。特殊なライトを当てると、 違いいがもっっとはっきりご覧いただけます確かに20年前のトイレは便器周りや床まで飛んでいるのでお掃除が大変そうですが洗うのは手間なくお掃除でできそうですねお掃除の負担を感じている場所ナンバーワンはトイレその掃除が楽になる洗うのをぜひご検討くださいまだまだご紹介したいことがあるのですがそれはまた次回に。 お楽しみにパナソニック。